はい、ということでメイクを始めていきたいなと思います。今日は夜から友達と遊びに行くので、はい、そんな感じのメイクにしていきたいなと思います。まずは夜からでも私は日焼け止めを塗っていきます。これを鼻だけに塗っていきます。こちらいつもの RMK 使います。全然関係ないんですが、このヘアバンドをジェラピケで買いました。なんかね、ずっとねこういうヘアバンド欲しいなって思ったんですけど、なんかディズニーでも探したんですが、好みのキャラクターのやつがなかったのでジェラピケで買いました。まだ1回しか洗ってないからなのか、すごい毛羽がすごい顔につくそれがやだ。でスポンジで叩き込んでいきます。コンシーラーはこれ使います。なんかね今日謎にこのこっち側の頬のここら辺にちょっとだけ小さいプツプツができていて、なんかすごい久々にこんな肌が荒れました。何か新しいの使ったかなっていう記憶はなくて、なんかおでこにもできてて、なんか新しく使い始めたものも特別あるわけではないので、あの肌荒れを起こしているので、暗い方を使って隠した上から明るい方を重ねてカバーしていきます。パウダーはいつも通りこれを使います。あー、パフ洗っちゃったんだ。ちょっと今日はパフを洗ってしまっているので、このブラシを使ってのせていきます。シェーディングを入れていきます。最近ねちゃんとシェーディングを入れるようになりました。ブラシセットを買って、なんかブラシがたくさんあっていろいろこうメイクの幅が少し広がったというか、シェーディングもちゃんと入れやすくなりましたので、なんか効果あるのかいまいちよく分かってないですが、こういらないところを削りながら、ケイトのデザイニングアイブロウを使ってまずはパウダーで描いていきます。変わらず、はい、こちらのセザンヌの超細身アイブロウを使います。そうだ、ついでにノーズシャドウも入れます。ケイトのスモーキーラウンドアイズの OR1 番を使おうかなと思います。でオレンジ色のカラーを肩幅ぐらいまで広げます。最近はもっぱらオレンジメイクばっかりしています。まあいろんなアイシャドウは使うんですけど、最近はこのアイシャドウを使ったり、あとはセザンヌのオレンジのアイシャドウを使ったり、いろいろこう使い分けながら、はい、メイクはしてます。目の際に入れます。はい、オレンジです。なんか眉毛が変だ。で下目尻にもアイシャドウを入れていきます。涙袋はこの明るいカラーをまず入れて、アディクションザアイシャドウの092番マリアージュを涙袋にも入れていきます。あとはね、上まぶたにもポンポンとキラキラさせます。Dアップのシルキースムースシルキーリキッドシルキーリキッドアイライナーを使います。でこれはこの Get Ready With Me やる前に
やった Get Ready With Me の動画の時に、なんかおすすめのリキッドアイライナー教えてくださいっていうことを言ったら、結構ね D アップっていうのも多くて、これ目尻に引いていきます。で、私もともとこの今までヒロインメイクのものを使ってたんですけど、まあ、まだ余ってるんで使うんですが、このね D アップのブラウンブラックっていうカラーが黒すぎず茶色すぎず程よいカラーで、もともと使っていて、そういえば D アップあったなと思って、ちょっと D アップを久々に買ってきました。モテライナーにしようかなと思ったんですけど、モテライナーよりねこっちの方が安かったので、ちょっと今回はこっちにしました。まだ他のアイライナーもあるんですが、私は気に入って今回はこの D アップを久々に買ってみました。さらマスカラを塗っていきます。マスカラはこちらアイマニアのミネラルマスカラのボリュームタイプを使います。間違えてねボリュームを買ってしまったんですが、なんか意外とボリュームタイプも良くて、最近このマスカラも気に入って使ってます。でもちょっと相当つきがいいので結構しごかないとって感じです。本当に気に入っているデジャブのやつですね、使います。これで下まつげ、はい、こんな感じです。こっちがマスカラやってない方で、こっちがマスカラやった方です。全然ね目の大きさが違うのがわかると思います。結構綺麗に、これのボリュームなんですが綺麗に伸びてくれてる感じのマスカラです。はい、チークはこちらのミネラライズブラッシュのニューロマンスを使います。夏場はオレンジっぽくて使いやすいので、このカラーをよく使っております。キャンメイクのクリームハイライターです。リップ最後に塗ります。イヴ・サンローランのルージュボリュプテシャインの12番を使います。これもねすごい綺麗な、こんなオレンジっぽいカラーなので、これをねポンポンしながらのせます。これはほんとベタ塗りするととんでもなく発色がいいので、ポンポン塗って一回ティッシュでオフして、これティントじゃないんですけどすごい色残りしてくれるので結構好きです。そしてこちらのディオールのリップマキシマイザーを上から重ねます。で、最後に忘れちゃいけないのがこちらのフィックスメイクアップのアフターメイクアップローションを吹きかけてメイクは完成です。なんか視聴者さんにクラランスは最後に吹きかけた方が持ちがいいですよって教えていただいて、最近は2回つけずに最後に吹きかけたり、まあ気分によって変えるんですけど、最後にしっかりと吹きかけるようにしてます。ただアイロンを温めている間に着替えていきたいと思います。はい、ということで服を着替えてきたので髪を巻いていきたいと思います。今日はこちらのサロニアの 32mm のコテを使います。今日は全体は内巻きにして巻いていきたいと思います。髪のベースが内巻きにできたので表面を適当に巻いていきます。最近前髪をパッツン気味にしたんですが、ちょっと適当に巻きます。あんまりねまだこの前髪に慣れておらず、アリミノスパイスのチューブシリーズのグロスのヘアスタイリング剤を使います。これをね塗るとねすごく、これはツヤツヤ系、ツヤ髪にツヤ出ます。すごくね甘くてアップル系の香りがします。これをつけてちょっとアホ毛とか押さえながら髪の毛、前髪にもこうつけて、まあいいや、こんな感じで耳にかけて今日は行こうかなと思います。こんな感じかな。はい、こんな感じで髪のセットが完了したんですが、夏はねこちらの
サンカットのウルトラ UV プロテクトスプレーを髪にかけていきます。まあ、夕方からなので、まあ、そんなに日は当たらないかもしれないんですけど、最近はね日が長くて7時過ぎぐらいまで、まあ、明るいのでこちらを吹きかけていきます。はい、今日の格好はこんな感じです。ということで今日も見ていただきありがとうございました。この動画が少しでもいいなとか参考になったよと思っていただけたら、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではバイバーイ、行ってきます。